皆さんこんにちは。待遇に不満を覚え、どこかに株価が暴騰する銘柄情報が転がっていないか探し回っている投資家カモーラレです。さて今回の動画のテーマですけれども、そんな未来予測の情報は転がっていないどころか信憑性の怪しいものばかりということで、最近マーケット、さらには SNS にも話題を供給している暴落小型銘柄ということで、いくつかの銘柄が先週あたりから何度もストップ安をつけるというような状況、中には SNS の不届き者に騙されて暴落銘柄を掴んでしまったという方もいらっしゃるかもしれません。こういった小型の銘柄であったりスタートアップの企業に投資するというのは、将来的に株価が大きく上がっていくのを期待しての投資だと思います。よく株価が10倍以上になることを天バガー銘柄と言いますけれども、今回はこの天バガーになりそうな銘柄というのをデータ分析してリストアップしていきたいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。それではまず成長株の醍醐味ですね。先ほど申し上げた通り、企業が大きく成長して株価が爆発的に伸びる、そういった銘柄を探していく、分析するにあたっては東証の3つの市場区分、プライム、スタンダード、グロースの中でも、当然文字通りグロース市場に上場している銘柄が多いわけですね。簡単にまとめますと、当チャンネルではプライム市場に上場しているような大型企業を扱うことが多いですけれども、このような銘柄というのはどちらかというと安定的な収益、そしてインカムゲイン、配当狙いといったような長期投資に向いているようなスタンスですね。一方で天バガー銘柄を探すような企業成長に期待する銘柄、スタートアップの企業を中心に上場しているのがこちらのグロース市場ですね。ここでは企業および株価が爆発的に成長するようなキャピタルゲインを目指すようなお宝銘柄が眠っているマーケットです。スタンダード市場というのは、そのどちらにも属さないような中小企業が中心のマーケットですね。とはいえスタンダード市場にもお宝銘柄が眠っているかもしれませんので、今回はグロース市場とスタンダード市場に上場している銘柄を対象に分析を行っていきたいと思います。成長株の醍醐味がある一方で、当然リスクもつきもの。冒頭で申し上げたように、ここ 1,2 週間マーケットや SNS を賑わせている銘柄、少しご紹介しますと、まずはアースインフィニティ、半年のチャートをご覧いただきますと、一番直近で高値をつけた終値818円というところから、今足元で200円台と4分の1程度まで暴落してしまった。こちらが先ほど申し上げた不届き者のインフルエンサーに影響された方が多いようですね。さらにもう一つ、こちらの銘柄はテレビのニュースにも取り上げられるほどの話題性でしたけれども、 iSpace、 上場して1ヶ月も経っていない銘柄ですが、一時株価は2142円を終わり値でつけましたけれども、衛星の月面着陸失敗といったようなニュースを受けて半分以下1017円まで連続ストップ安で下がってきています。こういった銘柄はやはり企業が大きく育っていって株価が爆発的に上がる期待を持ちながらですね、投資するんですけれども、やはりリスクというのもつきもので、残念な結果になってしまっている投資家が多い。やはり自分で投資判断を行ってこうなってしまった場合というのは、まだ納得いくというか知識の糧にもなりますけれども、アースインフィニティのようによく調べないまま、よくわからないインフルエンサーに800円台で捕まされた場合には立ち直れないほどのショックかもしれませんね。逆に昨年2022年に天バガーを達成した銘柄、どんな銘柄があるかと言いますと、バンクオブイノベーション、5年間のチャートでだいたい2000円前後を推移していることが多かったですけれども、2022年の後半に突然爆発的に株価が上昇して、一番高い終値12250円を記録しています。倍率的には10倍ギリギリ、一番安いところで仕入れたとしても届かなそうかなということですけれども、急上昇銘柄の成功例としては一つ挙げてもいいでしょう。さらには松本という銘柄、こちらも昨年の中ほどに株価急上昇していますけれども、一番高いところで19450円と、急上昇直前には2000円割り込むところもありましたので、こちらはきっちり10倍を超えてきている銘柄と言えるんではないでしょうか。この2銘柄は昨年の例でしたけれども、直近急上昇で記憶に新しい銘柄と言いますと QD レーザー、こちらは半年のチャートですけれども、4月に大きく上昇しまして546円から874円まで、まだ天バガーには程遠いですけれども、かなり急上昇している。こういった銘柄たちを事前に投資することができていれば成功例と言えるでしょう。
一方でこういった成功例の銘柄でも当然一直線に上がっていくわけではなく、一時的に山をつけるピークを越すとある程度調整が入るという点については注意が必要になってきます。それではどういった銘柄が株価急騰して転バガーになりやすいのか、特徴をまとめたサイトがありました。あくまで傾向ですけれども、要点だけピックアップしていきますと、上場してから3年以内、株価500円以下の定位株または時価総額300億円未満、そして割安指標として PSR が30倍以下、少し定性的な判断挟んで競合が少ないビジネス、そして有利子負債が少ない、粗利益率が5割以上、そして売上成長率が高い企業、こういった赤の枠で囲んだ定量的なデータ、これが分析で使えてくる情報かと思います。それでは実際転バガーの候補というのを特徴を踏まえて分析していきたいわけですけれども、先ほどとあるサイトから抜粋したリストですね、各定量的条件を赤枠で囲みましたけれども、そちらを先にまとめていきたいと思います。今回探していきたい銘柄、まずは上場してから日が浅い、上場3年以内のスタートアップ企業、そしてご紹介した順番に時価総額が小さいもの、割安指標として PSR が低いもの、そして有利子負債の割合が低いもの、さらには成長性、売上の伸びが記録されているものですね。さて、先ほどの転バガー銘柄の特徴をここまでまとめまして、このチャンネル長らくご視聴いただいている方にとってはお気づきかもしれません。まず右下、有利子負債の割合が低いものというのはクオリティ健全性が高いもの、そして左下、割安性というのはバリューの指標、プライム市場に上場しているような大企業の割安性を見るにあたっては PBR や PER といった指標が代表的ですけれども、スタートアップの銘柄に関しては PSR という指標が一般的になってきます。 S というのは売上高のことですね。そして右上、利益成長の大きさというのはグロース成長性の指標、最後に左上の時価総額というのはサイズの指標、クオリティ、バリュー、グロース、サイズと並びますと、当チャンネルでは以前一つの銘柄をこちらそれぞれ4項目に加えてテクニカル、足元の株価の動きという要素を加えた5つの指標でパワープロフの能力値評価、銘柄分析を行っていました。最近の動画ではあまり個別の銘柄というのをピックアップしていないんですけれども、今私の手元で分析している状況としてはご覧のようにパワープロフの銘柄分析と同じくクオリティ、バリュー、グロース、サイズ、テクニカルという順番で各銘柄相変わらず評価をつけております。結局は銘柄分析を行う際にはこの5項目、こういった分析が大企業をしかり、スタートアップについても着眼点としては重要な要素ということですね。それではお待たせしました、実際の銘柄分析を行っていきたいと思います。冒頭申し上げたようにグロース市場もしくはスタンダード市場に上場している約1900社の中からここまでご紹介した各項目絞り込みを行っていきたいと思います。左から銘柄名の横には GIX という業種の番号ですね、そしてリスティングと書いている上場してからの日数に関しては1000日以下3年以内ということでしたけれども、こちらは営業日ではなく日数ベースでざっくりと1000日以内で絞っています。そして株価に関しては500円以下の定位株、キャップ時価総額は300億以下、こちらの列のデータは100万単位ですので見た目上は3万以下となっている銘柄です。そして PSR 時価総額に対する売上高の指標ですけれども、こちらが30倍以下の割安性、そしてセルフと書いているのが自己資本比率ですけれども、こちらは 30% 以上、有利子負債が少なければ自己資本の比率が高いということですね。その一つ右、 COGS と書いていますのが売上高に対する利益の割合、こちらが 50% 以上、つまり売上高のうち大きく分けて利益とコストがかかってきますけれども、利益の方が高くてコストが抑制されているというデータですね。そしてセールスと書いているのが売上高の直近5年間もしくはデータが取れるところまでの各年の成長率、これを平均したものですね。足元数年間の平均の売上高成長率と捉えていただければと思います。そして右側、スプレッドとボリュームというのは今回転バガー銘柄の特徴として記事には載っていませんでしたけれども、実際買うとなった時に気になるのが直近の株価過熱感ということで、簡単にですね、売り買いの注文の板が買いと売りでどれくらい株価に対して乖離しているか、この数字が大きければ大きいほど足元で乖離が広がっているということです。
同様にボリュームというのも出来高ですけれども、数字が大きいほど足元の出来高水準が過去の平均よりも大きくなっているということですね。この2つの項目参考情報ですので、今回は絞り込みを行っておりません。そしてご覧いただいている各項目条件を設定した後に、いつもなら並べ替えを行うデータがあるんですけれども、1900社スタンダード市場とグロース市場の中でこの条件をつけるとですね、もうご覧の12銘柄に限られてくるわけですね。ですのでもうスクロールする必要もないということで、単純にコード順にリストアップしております。そうするとご覧のリストですけれども、右から3番目の売上高平均成長率のデータ、ここ絞り込みを行っていませんが、できればこの数値高い方がいいということで、ご覧の12銘柄からセールスの成長率高いものピックアップすると、一番上のベースフード、ちょうど真ん中4376の工夫カンパニー、こういったところが 150% を超える平均の売上高成長率、さらには成長率 50% を超える銘柄ですと、エクサウィザーズ、インスティチューションフォーアグローバルなんちゃら4265ですね。これ銘柄名少し途中で切れてしまってますが、あとはモイですね。こういったところが株価の過熱感注意しながら入っていくと、テンバガーの候補としては面白いかもしれません。ただ12銘柄に絞られてしまうと少し味気ないというか、もうちょっと拾っていきたいなと思った時にですね、一番絞り込みのデータの中であんまり条件削除しても影響ないんじゃないかなと思われるデータ、重要度が低そうなデータというのが株価ですね、500円以下という定位株、これは買う時に最低単元でいくら必要かという意味では安い方が買いやすいですけれども、テンバガーになるかどうかという意味では別に500円を基準として上か下かというのは、あんまり関係ないんじゃないかなということで、こちらの条件に関しては記事の条件に反して一旦削除してみます。そうするとですね、銘柄だいぶ広がってですね、スクロールするぐらいには増えましたので、今度は右から3番目の売上高成長率高いものから順番に並べ替えを行っています。そうするとですね、該当する銘柄のランキング上から順番に、ニューラルポケット、サイフューズ、 JDSC、 ベースフード、工夫カンパニーという風な銘柄が並んできます。上位の銘柄は平均の売上高成長率が 100% を超えるような非常に急成長している銘柄が並んでいますけれども、売上高の成長率 40% を記録するだけでもかなり大変な成果を上げている企業と言えるかと思います。実際当チャンネルの運営、データ分析の作業は日に日に増えていっていますけれども、収益に関しては前年比マイナスということで情けない限りなんですけれども、ご覧いただいている売上高の平均成長率 40% 以上のリストがこちらとなっています。この中で皆さん気になる銘柄はありましたでしょうか。例えば仮にテンバガー期待してどれかの銘柄買ってみようと思った時に、ご覧いただきたいデータというのが右側の2つですね、スプレッドとボリューム。スプレッドに関しては売買の板の乖離ということなので、小型株流動性があまり少ないと乖離が大きくなってしまう。実際買っても売るときにとんでもなくスプレッド大きくて安く売らされるかもしれないというのは、流動性という観点で注意が必要ですが、それに加えてボリュームに関して数字が大きいもの、直近の出来高がすでに盛り上がっているもの、例えばですけれども、ご覧いただいている一番下、グッピーズ5127という銘柄ですが、こちらのボリューム 2.08 と過去平均の出来高よりも2倍以上直近盛り上がっているということで、実際こちらグッピーズの株価推移ご覧いただきますと、もうすでにだいぶ切り上がっているわけですね。こういったところを高値掴みしないような指標としてご覧いただきながら銘柄選別していただければと思います。さて最後に宣伝なんですけれども、当チャンネルでもゆくゆくはメンバーシップ制度というのを考えておりまして、従来お出ししている情報の動画、これに加えてさらに付加価値のあるものというのをメンバーシップ制で提案していきたいということで、これまでと同様に週1回から2回、マーケットに関する情報の動画、これは変わらずご紹介するということで、このチャンネル始まった頃には成長株、半導体であったり、今足元では割安株、または高配当株といったテーマ株、マーケットの流れに応じてご紹介する内容を変えてきたというのは、つまりこのチャンネルとしては今ここに投資金額の比率を載せていきたい、そんな思いも中では隠されているわけですけれども、そういった判断をするにあたってのマクロ経済の捉え方、これをまとめつつ、メンバーシップ制度で何をしたいかと言いますと、ざっくばらんにですね、今回もそうですけれども、
日々上げている動画でいろいろな銘柄をデータ分析でピックアップしたりご紹介しているわけですけれども、その中でご覧いただいている視聴者様の立場を考えたときに、動画の数としては株系 YouTuber としてだいぶ少ないかもしれないんですけれども、銘柄の量としては結構ピックアップされてくる。実際どの銘柄を選んでいけばいいか迷うという場合に、チャンネル独自にですね、500万円もし手元にある場合にはこういった組み合わせ、2000万円手元にある場合にはこういった組み合わせ、個人的にですねパフォーマンスが出るんじゃないかと、チャレンジしていくポートフォリオの紹介ですね。こういった金額比較的大きめのところに関しては、従来ご紹介してきたプライム市場の大型株中心にリスクを抑制しつつ安定した収益、配当といったインカムゲインなども考慮した銘柄の組み合わせ、そしてもう一つ、今回ご紹介したようなスタートアップ企業や超小型銘柄、こういったところに急成長、転バガーを期待して投資していく。金額としては200万円ぐらいをめどにポートフォリオを考えていく。マーケットとしてはグロースまたはスタンダードも入ってきますけれども、スタートアップの銘柄、そして成長性、キャピタルゲインを中心に考えたポートフォリオ、こういったところをメンバーシップ制度の中で考えていきたい。そしてその軸となるのが、先ほどご紹介したような5つの指標、クオリティ、バリュー、グロース、サイズ、テクニカルというのを駆使しながらですね、組んでいくポートフォリオをご紹介していきたいと思います。まあ、ただメンバーシップ制度、課金とサブスクみたいなイメージで良くない印象かもしれませんので、最初走り出すときは従来通りの動画の出し方でパフォーマンスが記録されてきて、ご覧いただいている皆様の多少の信用が生まれてきたら金額変えつつやっていきたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。